愛国自民党ニュース。また、広瀬めぐみ、しでかしました。やりたいことはたくさんありますけれども、うん、なんというのかな、今の世の中、こう上からと、それから下からと、同時にこう、やっていかないといけないというふうに思っています。容疑は詐欺です。自民党の広瀬めぐみ参議院議員が公設秘書として届け出ていた人物に勤務実態がなく、国から給与を騙し取った疑いがあるとして、東京地検特捜部は関係先を捜索しました。言いますと、広瀬議員は公設秘書として届け出ていた人物に公設秘書としての勤務実態がなく、国から支給された給与を騙し取った疑いがあるということです。